飛べ、トベ生配信第4弾を予告。赤い靴、彼でしかない、考察広がる。皆さん、こんにちは。今回は、滝沢秀明氏が設立した新会社、飛べの生配信第4弾についての興奮が広がっている話題をお伝えします。この最新情報をお楽しみください。滝沢秀明氏が率いる、飛べが、ますます注目を浴びています。新しい生配信第4弾が、 公式 YouTube チャンネルでティザー映像として公開され、ファンの期待が高まっています。このティザー映像は、黒を基調とした衣装に身を包んだ一人の謎めいた男性が、歩いたり、ステップを踏んだりする様子を捉えた20秒の動画です。そして、動画の最後には、ピアスのようなものをつけている、首から上のシルエットが映し出され、9月17日、日曜日の19時00分から生配信がスタートすることが予告されています。 この新たな生配信についての最大の注目ポイントは、次なる、飛べの仲間が誰なのかということです。これまでに三宅県、平野志洋、神宮寺ゆ太、インプ、元インパクトアーズが、飛べに加わり、多くのファンを魅了しました。そして今回、新たな仲間が誕生することから、SNS 上では熱い考察と期待が広がっています。ファンたちは、ピザ映像を熟行し、独自の分析を展開しています。 ステップの踏み方とか、もう、もう、彼でしかない、誕生日。赤、シルエットでわかっちゃうよと、コメント欄には多くの興奮と興味津々の声が寄せられています。その中でも、赤い靴という要素が特に注目を浴びています。ちなみに、北山博光がキスマイフット2を卒業し、ジャニーズ事務所を退所したのは、8月31日、木曜日でした。 そして、生配信が行われる9月17日が彼の誕生日であり、キスマイフット2時代のメンバーカラーが赤色であったことから、ファンたちは彼の復帰に期待を寄せています。新たな、飛べの生配信第4弾が何をもたらすのか、どんなサプライズが待っているのか、ファンたちはワクワクしながら予告映像を分析し続けています。この生配信が、 滝沢秀明氏の新しいプロジェクトとしてどのような展開を見せるのか、私たちも楽しみに待ちたいと思います。結論。滝沢秀明氏率いる、飛べの生配信第4弾のピザー映像が、ファンの興奮を最高潮に引き上げています。新たな仲間が加わることから、SNS 上では熱い議論が繰り広げられており、特に、赤い靴や、彼でしかないといった要素に対する考察が広がっています。9月17日。 日曜日の19時00分に予定された生配信の詳細が待ち遠しい中、ファンたちは今回のプロジェクトがどのような展開を見せるのか、ワクワクしながら期待しています。滝沢秀明氏の、飛べからのさらなる驚きと感動に期待しましょう。挨拶、この記事をお読みいただき、ありがとうございました。新たな情報が入手でき次第、またお知らせいたしますので、お楽しみにしていてください。 滝沢秀明氏の、飛べがもたらす未来に、私たちもワクワクしています。